どうも、こんばんは、エネムです。さあ今回は、24区ランキングだっけね、終わって新しいイベント始まりますね。まあね、24区はちょっといや疲れたね。まあそこまでやってないんだけど、とりあえず500キープしようかなと思ってやってました。はい、というわけでね、新しいイベントやっていきましょう。謎のグール集団ってことでソータが出てくるらしいですね。難易度は高くないんじゃないかな。特急か、一応特急。何使おう。もうなんかひなみ秋田って言われて、いや待って、それグルカルでさ秋田って言われてもさすがに行くでしょひなみでって感じなんですけど、ちょっとこれが高槻行こうかな。じゃあ三角の高槻がいれば高槻で行きたいが、あんまりね、UR 高槻からフレンド来なかったんですよね。募集した時に1人2人ぐらいしか来なかったような気がする。だからいないかな。本当は高槻で行きたいんだが、いないならひなみで行くしかないんだが、これまたひなみ飽きたとか言われるよ。だいぶ傷ついた。開いた、ありがとうパティマンさん。フレンドじゃなかったな。高槻オールで行きますかね。特急、謎のグール集団特急ですね。初見行きましょう。あ、オレンジジュースがうまい。この年になってスーパー行くたびにオレンジジュースを買って帰るんだが、あれなんだろうか、少しお子ちゃまなんだろうか。まだ依然格闘は苦手である。あ、当たんなかった奥のやつ。オール君はそこまで範囲は広くないのかな。これ何フロアなんだろう。でもね、格闘タイプは使っててなんとなく楽しい。相手弾く方向とかさ、考えるのが結構楽しかったりするんだよね。オールのスキル貯めたいな。オールのスキルってなんだっけ。使わないから全然覚えてないんだが、ドン。あ、なんかあれだわ、さっきそのいつもクエストのさあれ見てから入るんだけど、2個を先に倒せたのなんだの言ってたような気がする。なんか全部取り巻きを全部倒すとあれだっけ、ソータが強化されるとかそんな感じだったような。あー、どうしよう。でも2個を倒せたから優先的に2個倒せばいいでしょ。んだらこのフロア終わるでしょうね。わおわおわお。とりあえず次のフロア入った時にオールから始まれるようにして、オールに2回バフかけとけばなんか、あ、でも取り巻き死にそうだな。ドン。っていうか今週末デラックスグールガシャが来るそうですね。なんかみんな待ちわびてたそうなんですけど、僕はそんなにグールじゃない、操作感使わないんでね。おお、カラーなんだ。まあ当たり前っちゃ当たり前だけどさ。ああ、マジかよ、せっかくオールから入ったのにさ。どうしよう、2個を狙えばいいんでしょうこれ。
振り属性だけどさ、ドン、なんだ、あ、範囲かよ。確か2個の、攻撃受けると、あれスキルが減少って書いてたような気がしたんだけどな、気のせいか、スキルターンの減少って書いてたような気がしたんだけど、400ダメージ、まだ使わなくていいかなって言っても、2個に当たんねえのか、こいつが邪魔すぎて。ダメだ、こいつ倒すしかない。取り巻きは倒したくなかったんだけど、これ全員死んじゃうじゃん。つか案外少なかった、人が。あ、しくった、待って、はあ、待って、しくったんだけど、はあ、あのさあ、あるよね、若干指離す瞬間に若干ずれること。待って、負けんじゃね、もう一つのミスがこうやってね繋がって、マジやめて、ほんとこんなとこにいたんじゃん、出れねえじゃん外から。勝利条件、どうしても多分取り巻き倒しちゃうんだけど、めんどくせえ、向こう側に飛んで、え、もろくね、あら、いかなかった。あー、まあ有利属性だったのかな、案外もろいって思っちゃった。オールさっきの当ててたら多分普通に勝ってたな。あ、死んじゃったよ。いいとこ見せずっていうか、俺が悪いんだけど、いいとこ見せれないでオール死んじゃったんだけど、かわいそう。はい、簡単だな、オートで回せそうな感じかな。南に行けば余裕か。はい、というわけでね、今回は高槻オールで初見の謎のグール集団やりました。週末のデラックス捜査官ガシャ楽しみですね。3、4ヶ月ぐらいかな、前の UR じゃねえわ、デラックスグールガシャですかね、あの時は2枚 UR 引いてるんで、まあ課金した後、あと石を260個近く貯めてたっていうのもあるんだけど、まあ、今回は30そこそこしかないんでね、10連引いて多分爆死、10連で爆死っておかしいけどな、ぐらいだと思います。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。